不思議な空間です。こういう手を使っている方もいらっしゃるし、あ、なるほど、ね、ピロシキーズでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は特別に来ていただいている方がいまして、これね、知ってる人がいるかもしれないけど、ね、いや、絶対知ってるやろ。いや、もう出てるんだから。それって、俺が出てなくて、なんか来てるんですよ。そうやねんで、出ちゃってるから、何を言っていいか分かんないって。こっちもそう思いながらやっとったわ、今。トミックさん、来ていただいてます。よろしくお願いします。なんでこのコラボって感じだけどね。トミックさんって、魚をさばいたりとか、なんかいろいろいじくり回してるイメージがある。そう、魚とかをいじくり回して。何 YouTuber ですか？魚介系 YouTuber。魚介系 YouTuber。すでに怪しいものがここにあるわけ。あ、これですよね。今日はね、あの豊洲市場に連れてって、そう、買ってもらってって。めっちゃ歩いた。朝めちゃくちゃ早かった。5時ぐらい。これは何ですか？これは中に何が入っているのでしょうか？タコ一杯。あ、一杯ね。でも俺な、タコを今日買うってのは知っとったんだけど、うん、ちょっとまだね、ご本人様とは対面してない俺。あ、タコをまじまじと見たことないかも。そう言われると。いや、生きてるタコ。生きてるタコ。あ、見たことない、見たことない。ちょっと怖い。怖いね、ちょっと。ちょっと怖いよね。開けていいのこれ。開けていい。開けますよ。さあ、本日の我々のタコ。でーん。うわ、あ、生きとる生きとる。いや、すごい。これタコ、ほんまに。いや、タコなんですね、これが。目がすごい、こっち見てるんだけど。頭のいい生き物なんで、そっちが怖がるとタコが、え、怖いってなるんで。怖がるの？俺がお手本見せますね。大丈夫だよ、大丈夫だよってこうやってやると、え、何ってなるけど、こうやって敵じゃないよって。で、こっちが敵を見せると吸盤ですごいくっついてくるんですよ。で、噛みついてくる、くちばしみたいなするんで。くちばしがあるの、タコって。そう、 あるんだけど、敵じゃないっていうことを教えてあげるとタコも理解して噛みつかないしくっつかないんですよ。賢っ。名前つける？タコいいんじゃない、もう中庭タコとかでいいんじゃない。名前つけないでもらっていいかな。中庭タコ、オクトでいいんじゃないか。オクタコス、のオクタコ、ちょっとかっこいい感じ。え、男なのこれは。ちょっとわかんない。ちょっとわかんない。中身開けてみないとわかんない。あ、中身開けたらわかんの、男がある。わかる。やめてもらっていい？彼の前でさ、なんか彼の日本語おいしいとかって言われたらさ、すごいなんかわかってるような目してんだもん。日本語多分わかってないので。日本語わかってたらどうします？多分やばい。ちょっと日本語わかってたら多分やばい。やばいよね、もう。もうわかるもんね、何されるか。でも普通に今の状況を理解してる。めっちゃタコって頭いいんでしょ。くちばしで噛まれたら痛い。痛いのレベルじゃなくてちぎれますね。え、嘘でしょ。じゃあ触られへんやん。そうね、だからこそ懐かせる。いや、怖くって。あ、なんか出まーす。あー、出てきた。こんにちは。ちょっと状況チェックするために周りの壁もいいから、こういう吸盤ね、ちょっと触るね。ほんまかな。いや、これマジで。あ、でも。あ、でも。あ、でも。ちょっとかかったんですけど。あー、じゃないよ。怒ってるね。怒ってんのこれ。口で、口で。あーって言われたら、えってなるでしょ。あー、すごい。すごい、すごい。あー、ギャッ、ギャッ。じゃーん。あの気持ちいい、生きてる感覚を感じた今。ちょっと人が持ってたら安心やわ。人が持ってたら気持ち、私もそうです。すごい吸盤。はい、まあ、目と目の間に包丁入れるんですよ、こうやってね。あ、白くなった、白くなった。ほんまに白くなった。この時に一緒にこうやって切れ目をこうやって入れてあげると、うん、あー、しばらくなってきた。で、ここからくちばしが取れます。あ、これがくちばし。これで安全。もくちばし、これで噛まれることはありません。安全っていうか、もうほら、でもまだひっついてきよるで。でもめっちゃ強い。足はくっつく。こんな硬いの。ここ見て、これ、うん、タコの脳です。うんうんうん。いや、これが脳みそなんだ。脳みそです。で、すごい、脳みそにつながってる目玉を取っちゃいます。はい、ほう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 。ちなみにこれオスですね。触って分かるとヌメヌメするでしょ、うん、こうヌメに取っちゃいます。で、ボウルにこのタコを入れて塩をこうやって
こんなおしゃれな塩しかなくて申し訳ございません、本当に。もんでも、うん、いや、結構激しく、激しくもんで。もっと激しくするの？そうそう。すごいすごい、ナイスナイス。これがぬめりなのよ。ああ。ぬめりの。これそのままずっとやってたらなくなるんですか？そう、なくなったものをこう水でね、洗い流すとぬめりがきれいになる。で、そのぬめりがなくなったものを茹でる。スーパーで売ってるような感じ？こうやってほら、どんどんどん。あれ？もうピチッとしてる。もう動かん、まったく。あれみんなが。ちょっと触り方らしいね、ちょっと。うん、いや、なんか足らへんねんな。足らへんな。天かすとかないやん。ああ。天かす忘れてんのじゃあ。天かすない。天かすがないたこ焼きはたこ焼きちゃう。ごめんなさい。関西焼きたこ焼きやん。関西人やで、こっちは。私たちは正しいたこ焼きの作り方を知ってるし、本当に素晴らしい人たちなんだけども、やっぱり関東人であるマネージャーのエリナちゃんが存じ上げなかったということで、これは私たちが冒涜したんじゃなくて、マネージャーが冒涜したというそういう形になっておりますので、クレームはエリナちゃんまで。やめて。ということでね、こちらたこの方ができましてね、このような形で、とりあえず油引きましょうかね。そうね、もうこちら電源も入れさせていただきまして、真ん中からね、全体に、そうそうそう、そうなの、一個一個入れるよりもこれで入れてしまった方がいいという説はある。混ぜて、まあ、やりまんな。何言ってんの。当てるしたらそんな関西弁ないですよ。やりまんな、なんかないです。あ、なんで。もうそれもうやりの方にしか引き付けられない。あれはどこに何個入れたかも分からへんけども、何個も入れます。天かすと紅生姜は。天かすも紅生姜もないです。で、何のためにこれキャベツ用意したの。キャベツは書いてあったんだもん、作り方に。キャベツって俺聞いたことない。でも入れとく、まあ、もしかしたら美味しいかもしれない。入れるね。もうこんな感じで大丈夫なの。これなんかたこ焼きじゃなくてもなんか新しいものの感じがするけど大丈夫。最後丸くしたらいいね。まあまあ、これが紅生姜だと思って。じゃあ、たこを締めるってとこからやって本格的なたこ焼きを作ろうとした結果がこれです。はい、申し訳ございません。すごい美味しそうじゃない。さっきのたこレーズやら気持ち悪いな、ね、言ってないよ、そんなこと。たこレーズ気持ち悪いのか言ってないやんか。たこは気持ち悪いとは言ったけど。じゃあ、昔はさ、やっぱこういうね、ニコニコやってますとか YouTube やってますとか、なんか裏でコソコソコソって。でも今思うとすごいな、 YouTuber なんてみんなもう誰でも出すやん、私 YouTuber やってますって。でもちょっとまたさ、クレジットカードとか作るときにさ、職業 YouTuber とは書けへんでしょ。あ、ちょっと恥ずかしいよね、それは。理解されない世代もいるから。なんて書くんですか、今書くとしたら。広告関係。全然違う。いや、間違いじゃないよ。ではソースをかけていきたいと思います。いやめっちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗。俺この海苔っていうものは湿気てる状態が好きなの。でもマヨネーズかけるんやったら鰹は最後にかける。うわー、美味しそう。いいんじゃない。たこ焼きができまして、こちらも私小腹ブラスがまず一口目をいただかせていただきたいと思います。あっ、うん。一番なんか冷めてちょうど美味しく、うん、そこがね、あ、紅生姜がマジで新鮮なのか、柔らかいっていうか、うん、すごいなんかお刺身みたい。トミコさん、実はコラボするの、うん、なんか久々なんですって。1年ぶり、1年ぶりなんですよ。その他の YouTuber と。そうそう、なんかセカンドパーティー。セカンドバージンを取った。しかも初コラボですもんね。でもそう、私たちは確かにそう。じゃあ気持ちよく取られましたか。そう、気持ちよく取られましたね。気持ちよくさせていただきました。豊洲に行ったっていうのがめっちゃ楽しくて、うん、いや、初めて動画になる前に、うん、そう、彼が俺の方見てな、みんなのことそんな反応せえへんけど、俺が来るとふって水槽から顔出してきて、ほんで俺が見てピュッで水かけてきようね。今日あのトミックさんの名前で一応大丈夫だ。水飛ばしてくれる。かわいい、かわいかったよね。かわいかった。ほんで他のカレーも俺のことを反応すんねん。いろんな魚は俺に反応せえへんけど、俺はカレーだけが反応すんねん。俺前世カレー
レーやったんかなと思って確かに反応してた珍しいカレーや俺にめっちゃ反応するのいやありがとうございますありがとうございますトミックさんの方でもね、はい、ぜひあのチャンネルの方リンク貼っておきますのでねはいぜひ楽しみにしてください楽しみにしてくださいトミックさんありがとうございましたありがとうございます